はいどうも、もかおっかです、えー。では、この動画ではビクトリアマイルの予想を行っていきたいと思います。はいえー、ということで、まあ傾向の方から見ていきましょう。まあ、ここはね、えー、もうさらっと。多分皆さんもね、あの、JRA1 使ってらっしゃると思うんでね、この辺はさっと。 まあ硬いか張らんかあー両極端ってことでまあ両方の馬券を買うのも一つの手なんじゃないかなと荒れた時用と硬い時用とかにねかあれだ硬い時用はもう3連単でいくべきなんですよねね軸2頭でね、まあ、あ,のあの2頭でねいいと思いますよはいでえー、っと阪神変馬ステークス組 連帯実績は,はいということで僕はまあ今年はそもそもねあの去年のビグトリアマ前のレベルが高かったんでねあのその後いろんな重症そこからね出た馬っていうのが勝ってますからまあ基本そこのリピーターで決まるんじゃないかなっていうのは簡単に思っていますうんなんでそこを重視したいかなっていうのは、えー、まずですねはいで、えー、僕は今後重症組は要注意どうな いますで高層部は重症化チューマが大半ということでそこもちょっと注意をしていかないといけない、えー、ですよねはいで東西別では関西は。 で、客室は、えー、前。ってわけでもないのか。後ろもまあ来てたか。まあでも、まあ、どっちかというと前かな。割合的には前ですよね。ね。ガチ馬はまあ、ただ後ろから6通り出ますけどね。分母がでかいですね。それだけサシウマが来るのが多いってことですね。 ただまあ天気がね、あのー、どうなるか。でまあ、土曜日ね、えー、悪くなると思うんで、ね、あとは5歳、4、5歳ですね。若めの馬。ね、特に牝馬ですから、やっぱり高齢になってくるとね、あのーその ポテンシャルというか、ねパフォーマンスは落ちますよね。もうその体が、なんていうかね、繁殖の方にね、あのー、なんて言いましょうかね、こう、形を変えていくじゃないけど、うん、意識されますからね。えー、で、まあ、一番人気の連帯率は高いけども、もう3着に来おへん時は来ないと。 あもなかなかかですね。人気さっき見たから前走どこを使ってきたかあーですけども阪神中浜大阪はいはいねえ5777ではドバイデューティーフリーですねで、えー、血統は うん、こんなところ、ディープサンク。あまあ、ディープサンクはもう、非常に分母が大きいんでね。で、枠は、1枠は勝っていない。で、3枠参照。で、外はそこそこ連帯もしているっていうところで、真ん中に勝ち馬がいないですね。4、5枠に。うん、といった感じです。まあ 参考までにはいで、えー、じゃあ今回ビクトリアマイルね向こうおっかが、えー、本命に押すなどの馬かと、えー、非常になりましたまああのね素直に行けばいいんですけどもちょっと今回に関して本命は単勝を買うならっていう形で本命で、えー、対抗は軸にするならこの馬という形で考えてください。 ということで、えー、対抗太鼓は実はこの馬です。見にくいですね。えー、まあ、馬券の軸になるのはこの馬かなと。うんただ短唱としては美味しくないし、買いたくないなうんっていうところで、えー、私が、ね、ウィナーズホースでは、うん、この馬買いたいなっていうのは、 こっちですよねどう考えてもね勢いが違いますよね,ね実績のミッキークイーンか勢いのレッツゴドンキかねえー、宮城ね2着ですからねレッドファルクスに買ってますからね、うん、相当なもんですようんね その辺のね、ボバ混合でってありましたね、さっきね。その辺の力さ、加減っていうのもね、おそらくみんなミッキークイーンに行くと思いますけども、うん。ミチワルでもいいですしね。まあ、このミッキークイーン自体もいいんだけど、例えば去年ね、えー、エリザベスで負けれたりとかっていう。 で、ビクトリアも実際去年ストレートバールに負けてたりとかってね、あの、一番人気でことごとく、ね、一番人気になると、まあ半身、阪神、牝馬でやっと勝ったぐらいなんですね。ね。ことごとく一番人気で勝てていないんですよね、G1 で。エ、ま、リ、あ、ザベスに二番人気ですけどね。うん。えー、っていう不安がある馬なんですよ。だから、この倍率で、 もっと多分倍率上がると思う。あの、数字としては小さくなると思いますけどね。で、じゃあこの馬から行ったりしていい馬なんかって僕は思うんですね。馬券見読み的にもね。うん。こういう人気馬って怖いですからね。えまあ、集賞とかね。この辺の。 オース週荷賞を買って2冠でっていうので売れてるんでしょうけどね、うん、まあこののはホクイーンズリングとずっとやり合ってますもんねルージュバックでしょうここの本当トせめぎ合いってみとって面白いですよね <laughs> でうん1008とか2000でね面白いと思うんですけどじゃあいざ舞台を16東京16ってした時に去年ダスケにレッツゴーゾンキ負けましたけどねえー、けどこの馬にも16でっていう舞台であったらワンチャンあるんじゃないかなって。 これが2000とかになったら、えー、正直厳しいと思いますよ。うん。これがないやろな、それこそ、多分出えへんと思うけども、エリザベスとか、うん、22とかね。なったら決意やろうけど、16っていうところに関しては、僕は対等。 スタート地点は一緒なんかな。ね。えー、参るときすれつくんでしょう。うん、まあ、左回りのね、実績がないっていうので、金亀なんで、坂道克服して、で、下半身強いけ,けども、まあ、東京でもね、あのー、まあキング、金亀亀亀自体は東京でも走ってますし、うん、問題ないですよね。で、 いや、思うぐらいまでならやれるかなって感じでね。思になったらちょっと厳しいかもしれないけど、まあ、あのー、そこまでは実績がないやんと。あと、ダートでね、えー、なんてか、JBC レディース2着かな。確か。マイルのね。えー、なんで、<laughs> まあ、マーベラスサンデー自体がね、あのー、そういうね、ちょっとダート適性のある決闘でもあるんでね。どちらかというとね。 えで、ね、こう見たら、ジェイド・ロバリー入ってるでしょ。ははははってね。うん。こういうところですよね。まあ、そもそもミスプロですから、だと、ね、悪くないですし。っていうところもあって、まあ、別に、勝って面白いんじゃないかな。あと、僕、本当に勢いをかいたいっていうのは、ね。えー、ちょっと調子を落としてた、あの、お菓子をい、 桜花、ね、賞の後、調子を落としていたこの馬が今、今、だいぶ乗ってきてるんじゃないんかなっていうのは、正直思うところですね。JBC レディースクラシックね。ホワイトフーガの2着ですね。この時、逃げてますよね、確かね。 今回の作戦をこの岩田がどう出るかに正直かかってるんですよね。後ろから行ったらしんどいけど、まあ、岩田のことは、ね、そこは分かってると思うんでねあのー、結構前目につけると思いますよやっぱ雨ですしね、道悪なんでそのあたりはこのオークスなんか明らかに距離が長いね、合ってないとかってうんね。 やっぱこのマイルに関するところっていうのがね。あとは左回りの経験は少ないらそもそも関西馬なんでね致し方ない。で言ったら宮記念でこのね8着やったからリベンジ果たしてますし。 京都牝馬のね3倍ってすごく美味しかったですねあのあの相手でね本来ならこれ2.3倍とかそれぐらいの、ね、宮城県でも5.1倍つきましたしね、うん、であとはまあ岩田がだいぶ復調してるとね、まあ、岩田もその後藤のね後藤屋藤田のあの件でいろいろありましたけどね僕はまあ あの一時期本末それもあわって岩田はどうなんて思ったけどまあよく考えたらでも後藤も後藤でねえ結局自分で逃げた形になってるし藤田も逃げたこと逃げてない引退してまあ復帰しましたけどね不服あるなら成績で見返すよって僕は思うぐらいなんで僕はデルタブルースとかねそこからも僕も岩田にはねいろいろお世話になってて。 うん、まあ、騎乗スタイルでね、あの、うーん、次元から、まあ、バッシングも受けられてますけど、やっぱ兵庫の星なんで、そこはちょっとね、あの同じ兵庫県民と証明したいなっていうのも、うん、ありますしね。まあ、息子もね、あの、JLA の学校で出てます、あの、ね、今、行ってますし、来年か再来年に、ね、おそらくも、デビューするかと思いますしね。まあ、ちょっと個人的にはそういうのも、まあそこ,別そこまで関係ないですけど、まあ、まあ、これは、 ただ、ね、レッツゴノきに関しては岩田だから変えるかなっていう、終えるんでね、とにかく、道悪で、も、まあ、ダート、ダートなら岩田で道悪なるから、ね、とにかく、うん、まあ、浜中とって比べたときに、ね、車高の浜中と比べたら、その辺の差は出るやろな、っていうところが期待したいね。まあ、浜中、こ着とかまだなりそうですね。<laughs> はいえー、ということで白さ三角に関してこのねアドバンやリードに関しては本当客室だけですね注文つけたいのはこれ一時期ちょっと本命しようかなと思ったんで、ね、道悪が高者ですしね本命にしようかと思ったけどちょっと客室が不安なので3番手までに 評価までに過ぎますうーん、内訳っていうのも面白いんですけどね。うん、決闘も別に問題ないし。はい。で、その次ですね。4番手、5番手あたりちょっとも、その辺はもう似たような感じなんで、まあ、まあ、4番手というか、4番手かな。本当に <laughs>、 この馬だけはわからないっていうのルージュバックですかね <laughs>。決闘的には絶対買えないんですけどね、東京のマイルでバイスリージェント入っててね、ディピティミニスターでえーアウサマーゲインでしょバイスリージェント入ってるので、結局ね、去年、選手もレールミノル来ましたしね。 うん東京のバイス DJ にとっては本当にマイロね強いんでルージュバックからホントワイドやちょっと生まれん孝太郎かなとも思ってますねえあの単、ー、勝も面白いっていうぐらいこの馬はただいかんせん最近のね成績が悪すぎるただ全て G1 もしくは G2 実際王冠買ってますしね。道割るがどうかっていうのもちょっと気になるかな。ね、ダートケット入ってるけども馬自体がじゃあ道割る強いのかっていう,ような時にね飛び等の関係もあって。うんまあんま道割るの経験がないですね。 っとと未知数なころもあるのでググリリの本命にはしにくいんかなっていうところですねまあとさきなんで僕だから軸1頭で流してもいいかなと思ってますね僕が考えてるのは本当とに、えー、何でしたっけミッキークイーンからの軸1頭と、えー、レッツゴドンカの軸1頭をかぶせる感じですねだからそこを軸2頭が来たら、えー、分厚くなるって っていうところねどっちでも例えば、うん、同じ金額だけ買っておいて、えー、そこの軸2頭だけ被らしてっていう感じねまあそらくその軸2頭には配当が下がりますからその分倍かけるみたいな感じかなイメージ的にはねうんっていうのはいかがかなと思います、まあ、ほんまこれぐらいでもいいんですけどねあとは、えー、クイーンズリングかな変えてまあデムーロっていうところで人気するかもしれないけどやっぱり ただちょっと負けすぎなところもあ,あって道悪いなった時にここは割り引かないといけない馬でしょうねバッサリいってもいいかもしれないですね実績はあるけどうんちょっとその辺り見ていくと 言ってるんやけどね前走負けすぎなんでまあ狙うならこういう馬ですよねフロック死される馬だねうーんただ上がりがないんでねあーエリザベスで上がってきてるなあミチバルでの上がりがタイムってなるとレッツゴドンキ厳しいですよねミキクインの方がタイム持ってるんで だが道はなるんでそのタイム面で言うとレッツゴードンキにえ有利になるんじゃないかなってああじゃないなタイム見ますと持ちタイム見たらえーコースレコードが1分31秒3ね安田記念 まあ1分32秒台の決着になるんかな。雨,雨だから、それが32秒後半になるかもしれないですね。そこから3に。やっぱ後半になってくると。レッツゴドンキー。 が対等してくるんですよねちょっと反応が悪いなそんな感じなんですよ 関してはねこの福島のね成績が上がりつかえれないでしょ35秒台でしょ福島バッサリいきたいんだけどたださっきね傾向で えー、重症化、注麻っていうのに注意しないといけないっていうのがあって浮世の風だけはええときたいかなとも思ったりもしていますけども迷いますけど熱く買わないかな。 それよか人気薄というかねのちょっと飼いたい面白い馬がいるっていうのは正直なところですねこのジュール・ポレールとかもねうん500万から3連勝勝ち上がって えー、道悪 <laughs> 重症化ってないから、うん、どこまでやれるかですけどね変に人気してたら、うん、馬券的には美味しくないですねあとはこのスマートレイヤーがいいとこ入っていますよね京都記念で2着 某は混合の重傷で2着って。今年はあれだったけど、ね、半紙品場として。で、あとダンシングブレイブも、まあまあ、ね、あの、欧州決闘も絡んできますから、ね、バイスリージェント以外にね、 えー、っていうところで、ね、あのー、予想動画でも確か上げたんちゃうかな。ね、欧州ットの底力っていうのでいくと、この、ット的にも、ダンセンブレイブっていうのは狙いたい。ットである。去年もね、僅差の0.6の4着ですからね。うん この馬に関してはマイルが短いのかもしれないです忙しいかもしれないですね。もうちょっと距離があった方が本当は距離適性が1008から2000の馬なのかもしれない。まあ、でもマイルで4勝してますしね。うんだ、実は1008の馬なのかもしれないけどね。うん だからこの辺のワイドはもしかしてスマートレイヤーからとかえー、っとルージュバックからのワイドかなそんなところですねあ,あと人気ユースで台頭してきそうなんてうん大波乱も起こってるからじゃあどれなんて言われたら 困りますよねこの池沿いのアスカ・レヴィンかなアスカ・ビレンかうんいらんと思うんやけどなうん。 戸田シーサイとかなさそうやしなちょっと長くなりますけどね、いろいろ見ていきましょうかダックスヘイブンってすごいな、えー ソ、まあ、ルベイグはないですあの距離短いあの。この馬僕もね、あのこれメモ欄、お気に入りの一頭なんですけど、メモ欄に書いてるんですけども、夏のスプリント路線で狙うとこ書いてるでしょ。メモ編集にね。うんまあ、こういうのはもうバッサリねあのー、意外とそこそこ人気するんですか、うん、まあ一戦もいらないです。こういう 浮世のかでも何歳ですしね <laughs>。切ってもいいんちゃうかなぁと思うんですよね。この馬に関してはフロックししてもいいような気もする。 どっちかこのフロンティアクイーンの方が僕怖かったりするんですよね。ね、欧州決闘ですね、サムソンって。道悪とかで男子ブレイブ入ってるからね。これやな。道悪いやんやったりしたら、ちょっと怖いですよね、この馬。フロンティアクイーン。 千八の馬って感じやけど、道割は走ってないな東京、東京、東京。まあ別東京は悪い。まあ関西馬が中心にね、力になるけど、ここまで広く逃げるべきなんかどうかやねんけどね、フロンティアクイーン。 なぜか、栗のホールに、印しているのは、これは多分ね、もう、ほんまに決闘だけで買う人ですね。僕は買わないですけど、このバイスリージェントがフレンチデピッツのこういう船が入っているから、ってだけでちょっとチェックしてるはずです、僕は。まあ、ダイアメジャーさんかね、マイル強いっていうのもあるんでね、うん、決闘だけで見たら、この馬面白いかなっていうので、そうです。それで印しましたね。 かまあ前奏ねブーブーでミチ、うん、もうそもダイアメジャー3個はねミチュル悪いあの相性いいんですけどもこの馬は、うん、力出せてない <laughs> ところがあるんで、うん、まあいらないかなそれやったそのうちのさっき言ったね サムソンサンクの方が面白いですね。名前何やったかなフォロンティアクイーンでしたっけね。ここ買うかなもし買うなら、これもいらないわけな。もうレッツゴドンキより外はいらないかもしれないですね。1、2、3。 オズ見とくとその辺まで買い出したら配当は一気に上がりますけどねこれでなんと6等15点に外二2つ足したらかなり上がるんや28点かあでもこんだけつくんやな 最低が17倍なんやな。意外とやな、もっと10倍前後やなると思ったんな。まあ明日わからないですけどね、もっと売れて。ね四41万まで <laughs>。まあでもこの辺は現実的に厳しいというか、この辺はいらんかなっていうところを消して。 たらこれで15点ちゃうかな15点で17倍スタートで8万まであるんや71415フロンティアクイーン噛んだらえいんいね7っていうのがルージュバックかルージュバックは噛んでそうなんや他の馬じゃないんやなあ ルーズバックの副賞というか3連覇が売れてないですね。単賞は売れてるのにね。もう来るか飛ぶかって思えないな、うんうん。ってことは単賞にうまみがなくて逆にワイドとかも面白いかな。ワイドの。お 僕はさっきになるなって思ったのは、そのルージュバックとか、アイブローマイヤリードとか、スマートレイヤーから、うんこの辺いらんかもしれへんけども、この、この辺人気どこに流したワイド。11、14が人気どこ十一 ドンキに絡ましたら美味しいでしょう ?14 に絡ましたらね。8倍以上つくからね。これが、やクイーンズリングに絡ましたら、そんなにじゃあ、ミッキークイーンに絡ましたら、温度つかない。ね。から、まあ、ミッキークイーンが、ー高いかもしれないけど。 5点でこのね、オーツなら、ワイドはこう買うべきかもしれないですね。えー、これの生まれんとかになったらほんまに爆発ですよね。ミッキークイーンが来ないってなったらね。ねえ、こんだけつくんやね。十分やな。うん。 まあやっぱりつ天気が限りそうですねちょっと土日のねこのメインまでの傾向ねペースとか馬場状態とか加味して最終的には変われてはいかがと思いますけどまあ現段階で僕が考えるのはまあそこそこ馬場もね荒れてというかうーん、そんなに何なかな 時計勝負のレースにはなりにくいんじゃないかなっていう形で見ての、えー、予想になりますので、はい、その辺りも参考にしてください。えー、ということで、えー、予想は以上になります。えー、ちょっとね、あのいつも詳しくというか長くなりましたけども、ま、あのその他いろいろ動画を出しますので、えー、よろしければぜひご覧になってください、えー。それではいつもありがとうございます。失礼いたします。